はいどうもこんにちは、エイサクと申します。今日はですね、独立起業は何歳までにした方がいいのかについてねお話しさせていただきたいと思います。私はですね、新卒で4年勤めた会社を退職して現在フリーランスとして活動している27歳でございます。この YouTube チャンネルでは会社員を辞めてフリーランスになった私が会社に属さなくても生きていける知識や経験、あなたらしく生きる働き方について、たまにね、私の好きなファッションの紹介など自分らしく生きるにはっていうのをテーマに情報発信をしております。あなたらしさをね見つけるための知的教養チャンネルとして動画を毎日18時に更新しておりますので、動画を最後まで見ていただいて面白いと思ってくれた方はぜひねチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今ですね、生き方や働き方に悩んでいる方向けの無料個別相談会の受付も行っております。私に話を聞いてほしい方、無料で申し込みができますので、ぜひね、概要欄の方から公式 LINE に飛んでみてください。よろしくお願いいたします。で今日はですね、独立起業は何歳までにした方がいいのかについてねちょっとお話しさせていただきたいんですけども、まあ、こう人生を変えたいとか、攻めたことしたい、挑戦したい、新しいことやりたいってね、行動したいと思って、日々ね皆さん頑張っていると思います。まあ、一方ですね、こう周りのね友達でもこう独立する人が増えたとか、まあなんだろうな、自分もこう興味がねないわけではないんだけど、まあこうなかなかね行動に移し出せない、あの副業みたいなのを始めてみたものの、まあ、なかなかねまだ売り上げが上がらずにこう独立するまでには至らないよみたいなね、あ人もいろんなね状態であるかと思います。まあ、挑戦している人はね必ず、どんな形であれいつか成功すると思ってるので、僕はね、全力で皆さんの応援をしていきたいんですけども、まあこうじゃあ具体的にですね、じゃあこうリミットはあるんですかと、独立とか起業するまでは何歳までにねした方がいいのかっていう制限あるんですかみたいなね、こうちょっと言われたことがあったので、まあこうリミットがあるかどうか、ぜひねこうちょっと今日お話ししていきたいかなと思います。まあ、ちなみにですね、私は26歳ですかね、22の新卒で、社会人になって4年間勤めて26で退職をしたって、まあ本当にね、まあ、ストレートで4年間新卒で入った会社で勉強して、まあ学ばせてもらってね独立したっていう形です。でもね、あの今の 本業もともとやってた会社員の仕事と今の仕事ってこう全然畑が違うので、別にこう同じ業界で独立する必要は全くないですし、僕もねこう実績があったとか、こうなんかすごい結果を残したから独立できたとか、そういうことではないかなと思いますので、まあ、ぜひねこの YouTube チャンネルでこう誰でも起業できるんだよとか、独立とかできるんだよ、個人で生きるとか自分の時間を生み出すっていうのは簡単なんだよっていうところをね、発信していきたいと思います。まあその中でね、あのじゃあ年齢制限みたいなところをちょっとね話していきたいなというふうに思ってます。まあ、僕もね26で退職で独立しましたけど、なんかねこう僕よりね年齢若くして独立している人もいれば、まあ、それこそね就職せずにいきなりフリーランスみたいな人もいるわけですよ。でそういう人もいれば、じゃあ年齢もね、じゃあ僕よりも上でこう30前後で独立しましたという人もいるから、なかなかねこういろんなパターンもあるし、人によってね立場も状況も違うから、こう誰をねどの年齢でこうロールモデルを選べばいいかが分かんないみたいなこともあると思うんですよ。めちゃめちゃ気持ち分かります。なので今日はねちょっと僕視点でこういうところ一個基準になるんじゃないっていうところをねお話ししたいと思いますので、ぜひね参考にしていただけたら嬉しいと思います。まあ、結論から言うとですね、じゃあ独立起業はこう何歳までにした方がいいかというところなんですけど、まあ、結論僕の意見としては、あなたに守りたいものができるまでかなというふうに思っています。まあ、数字でねちょっと出せなくて申し訳ないんですけども、まあ、人によってねちょっとこう現在地とか目標が違うから、ね、一気にこうじゃあ30歳が正解なのか不正解なのかでやっぱないじゃないですか。だからちょっとね数字で出せなくて申し訳ないんですけど、まあ、こう結論としてはあなたに守りたいものができるまでっていうところが、まあ、ある意味一つの答えなんじゃないかなというふうに思います。まあ、どういうことかっていうと、まあ、例えば私はこの動画を撮っている時、まあ、独立した時はこう独身で、情報発信をしております。なので、まあ、こう自分の身一つで、要は地元の、ね、北海道からこう東京に、上京をしてきましたので、まあ、こう言ってしまえば、じゃあ僕が仮に売り上げが、数ヶ月1円も上がらなくてこうご飯食えなくなったとしても、じゃそのご飯が食べれなくなるのは自分だけなんですよね。貯金を切り崩すのかこう分かんないけど、こう苦しむのは結局自分だけなんですよ。ってことは自分さえそこに了承できれば、自分に覚悟さえ決まれば、ぶっちゃけ何歳でも独立できるんですよ。
40だろうが50だろうが、まあ、40、50になるとだんだんこう判断力とか新しいことに挑戦する力とかが衰えてきちゃうので、こう挑戦しにくいとは言われてるんだけど、あとはね、こうもしこううまくいかなくて就職転職とかこう就職しようと思った時に、まあ、再就職がちょっと難しいとかね、まあ、そういう意味でこうやっぱり若い方がいいとは言うんだけど、じゃあ何歳までが若くて何歳からがアウトとかはなくて、やっぱりこうあなたが覚悟を決めれるか、あなたに守りたいものがあるかどうかっていうところかなというふうに思います。で、例えばじゃあ結婚をしていたとしても、結婚していた夫婦でじゃあ旦那さんが挑戦したい、まあ、奥様が挑戦したい、どっちでもいいんですけど、まあ、挑戦したいってなった時に、まあ、やっぱり夫婦である以上、こうやっぱりこう夫婦の貯金共有財産とかがねあると思いますから、まあ財布を分けてたら別かもしれないんだけど、まあ、パートナーの理解とかは必要ですよね。まあ、ただこうドリームキラーをね生んでしまう可能性もあるから、一概にね何でもかんでも相談してやるっていうのは良くないかなというふうに思ってます。そもそもね、独立とか起業ってこう相談をしてやるものではないので、相談をしている時点でまだあなたにその覚悟がない状態かなというふうに思うので、まあパートナーとかにはこうね事後報告というか、こういうことやるんだよねって言うとか、まあそもそもねそういう理解をしてくれる人とこう結婚をするとか、まあ、そういうね考え方は必要なんじゃないかなというふうには思います。逆にこう結婚していて、じゃちょっと、ね、難しいパターンっていうと、まあ、結婚をしていて、じゃ子供もいて、じゃペット飼ってます、家や車のローンもねもあって、今のね職場の給料がとかボーナスが、まあ、少しでも下がるとこう家計が厳しい、赤字ギリギリですみたいな状況だと、まあ、こうすでにねもうあなた、じゃあこれ旦那さんが挑戦したい場合だと、旦那さんあなたはもうすでに守りたいものめちゃめちゃありますよねとか、あなたがこう会社を辞めて独立するってなった時に、こうもしね売り上げが立たなかったら、奥様だったり お子さんだったりペットだったり、こう家や車のローンがずっと残っててね、ご飯食べれなくなる状態になっちゃいますよね。これだとなかなかね、こういきなり会社を捨ててボンと挑戦するような独立っていうのはかなり難しいですよねと、まあ、ちゃんと準備して副業の段階からある程度収益化をしておいて、まあ、これだったら勝てるとか、まあ、会社員の時間をこう副業にフルコミットすればもっと収入が上がるっていう判断がついているのであれば OK なんですけど、ポンとね、今の会社が嫌だからとか人間関係悩んでるからとか、副業とか投資とかなんかいろんなことセミナーを受けてこれだったらやれるって、こう何もねまだ実績がない状態で飛び立つのは危険だよっていうのは伝えていきたい。それ以外だったら僕はそういう状況じゃなければ、まあ、すぐにでもねこう独立とか起業って挑戦すべきだし、まあぶっちゃけそういう状況でなければ年齢は関係ないんじゃないかなというふうに思います。やりたいことに蓋をして人生をねこう我慢で生きるっていうよりかは、こう失敗してもいいから挑戦するっていう思いとか行動力っていうのがすごい大事かなというふうに思います。あくまでもこう会社員やフリーランス起業なんかは全部手段でしかないんですよ。こうあなたがなりたい姿とか、目指したい目的を叶えるための手段でしかないかなと思うので、まあ、あなたがなりたい姿、ここをしっかり言語化するっていうのがすごい大事かなというふうに思います。最近はですね、こうあなたのなりたい姿何ですかって聞いた時に、まあ、こう答えれないとかすごい抽象度を高く答える人もすごい多いんですよ。まあ、皆さんもねこれ当てはまってたら気をつけてほしいんですけど、お金持ちになりたいとか、高級な服を着たい、着続けたい、いい家に住みたい、いい車に乗りたい、かっこよくいたい、モテたいとかわかんないけど、本当にねあなたのなりたい姿ってそこですか、まあ、家族とね家族とか友達とかパートナーとかの時間を大事にしたいとかいろいろあると思うんですけど、本当にあなたが必要なものってそこですか、あなたのなりたいものって、それですかと、世の中から欲しいと思わされていませんかっていうのを実はねちょっと問いかけたいなというふうに思ってます。世の中から欲しいと思わされているってどういうことって感じかもしれませんが、じゃあそもそもね、じゃあ高級な家に住みたいっていう欲望があったとするじゃないですか。まあこう高級なマンション、一軒家、豪邸、わかんないけど、高級な家に住みたいっていう願望をもしあなたが持ってるとしたら、その願望ってどこから生まれた願望ですかね。そもそも高級な家にじゃあ住んだことない人が高級な家に住みたいってどうして思えると思いますか。だって住んだことないから分かんなくないですか。まあ、過去に住んでてとかなら分かるんですけど、住んだことないあなたが高級な家に住みたいとかってなんで思えるんですかね。これは世の中でこう高級な家に住んでいるイコール成功者とかイコール良いことみたいなイメージが浸透していて、おのずとあなたもこう高級な家に住むことはいいことだ、憧れることだ、
すごいことなんだって思わされてる、可能性がありませんかっていうのをちょっとね伝えたいです。本当にあなたが高級な家に住みたいっていう人は高級な家に住みたいと思わされていませんかっていうところなんですよね。まあ、マーケティングに踊らされてるのと一緒ですよね。こう経済を回すための CM とかテレビとかを見て憧れるようになったんじゃないですかと。あなたが高級な家に住みたいと思ったきっかけは何ですかと。そこを振り返るとあれみたいな、もしかしてなんかそうでもなかったかなと か, なんかそういうのをしっかり考えてほしい。家もそうだし、車もそうだし、結婚もそうだし、子供もそうだし、全部ね、そう、まあ、高級な服もそうだしね。で、大人はね、じゃあ男の人は、じゃあ男性は大人になったら、じゃあ住宅ローンを組んで家を買う、これが一家の大黒柱としてすごいことだよっていうずっと言われてきました。女性はこう結婚したら専業主婦として、子供の面倒、家事育児は全部、女の仕事みたいな感じで、まあ子供との時間を大切にする、旦那が外に稼いで行ってる間女は家を守るみたいなのがずっとね、当たり前のように、価値観としてね我々日本人植え付けられてたと思います。これもやっぱり世の中が勝手に作り出した理想、まあ、幻想だと思うんですよね。安定した職に就くことが正解と言われている今の世の中ですが、じゃあこれが安定した職に就くことが正義となっているのは何でかな、会社員でいると税金をね、こう源泉徴収という形で、納めやすいと、国がね、あの管理しやすい、家を建てることが立派、かっこいい、大黒柱、一人前と言われるのは何でかと、住宅、国がね、住宅ローンってこう税金を免除してまで、減税してまでこう家を買うことを推奨するのは何でか。家を買うと、まあ、ローンを組まなきゃいけない。ローンを組むってことは毎月お金を払わなきゃいけない。毎月払うとなると給料っていう形にどうしても依存してしまうから会社を辞めれなくなる。会社を辞めれなくなると国としては税金が取りやすいですよね。源泉徴収という形ですから。会社員はノーガードで税金取られますからね。とか、僕たちの行動とか欲望とか考えてる思考って実は思っている以上に国や世の中にコントロールされてると思った方がいいんですよ。まあ、だから奴隷だよね、会社員は奴隷だよねって僕ね別の動画で前回言ってたと思うんですが、まあ、そういうところですね。別に会社員が悪いとかフリーランスが正義とかそういうことではなくて、そもそも我々は欲しいものとか人生を選択するもの、お金をかけるもの、時間をかけるものが本当に自分が欲しいものにかけているってよりかは国とか社会とかに思わされてる、マーケティングとか経済とかにね思わされてるっていうところに気づいてない人が多いっていうところを伝えたいなというふうに思っています。あなたがどんな人生を過ごしたいかとか、誰と一緒にいたいかとか、どんな時間を誰とどういうふうに過ごしたいかっていうのはやっぱりあなたしか分かんないんですよね。そこに気づかせてあげる機会を与えることができるかもしれない、僕と話すことでできるとかはあるかもしれないけど、結局それを最終的に言語化したりとか行動に移すのってあなたしかできないんですよ。なのでこう会社を辞めるとか、フリーランスになるとか起業するとかってもちろん考えるのもすごい素晴らしいんですけど、ぜひ挑戦する前にそれってどれも手段でしかないんだから、あなたがどう人生を過ごしたいのか、誰と過ごしたいのか、どういう風に生きたいのか、ここをしっかり言語化する。さっきのお金持ちになりたい、いい家に住みたい、車乗りたいとか、こうその抽象度高いことじゃなくて具体に落としていって、こうしっかり言語化して言葉にできると、次のね自分の進むべき道っていうのが決まるし、いたずらに会社員を辞める必要とかもないんじゃないかなという風に思います。で、本当に世の中に欲しいと思わされているものにお金と時間を使うんじゃなくて、あなたが本当に人生の中で大切にしたいものにお金と時間を使って、有意義な人生を送れることを僕は祈りながらねこの発信活動を続けていきたいなと思っていますので、はい、引き続きねこう YouTube 毎日更新していますので、チャンネル登録、応援の高評価していただけると、毎日ね発信する、モチベーションになりますので、引き続きよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。じゃあ失礼いたします。